はい、どうも、ネングシューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。はい、どうも、ネングシューターと申します。ザイヤパチンコ、ザイヤパチンコじゃない、山賊パチンコ、ザイヤガチャ、ゾウハの続きをやってまいりましょう。なんだこの節は、なんだこのリズムは、落ちないんかい。そうそうですね、これはですね、とどめを打たなきゃいけないというところで、上陽に向かいたいところでございます。もうこれが終わってたらですね、もう炎章行きましょう。炎章行って大山を取り戻せまでやりたいところですね、今回ね。もうあんまり炎章が不甲斐なければこれで最終回ということになると思います。炎章がね、結構歯ごたえあるようだったらまだいけますね。我々がかなり苦労するようだったら。さあ、この劉備から盗んだこの武将たち、山賊が使いこなせるのかこなせないのか、考えただけでえわくううわくううう しまーすねー。今日も楽しくゲームやってまいりましょう。あれ、ちょっと、そうガチャも何も、こちらに。そうそう、終わっちゃったわ。何これ、こっちに追ってなんか出してるからもう終わっちゃってるこれ。うわー、そうそう、自爆か。ちょ待って、ゾウハを追ってる。そうそうは、やべえやべえ、なんてやつだ。よし、我々はちょっと移動するぞ。そうですね、勝敗を目指しましょう。このまま勝敗に進んでいくぞ。心得た。で、炎章との同盟期間33ヶ月、長すぎやろ。でもここら辺からも入れるし、いいですね。なんと、そうそう、流氷に沈められる。こんな世界線があるとは、今まで見たことがない。あの逃げ回っていた流氷が曹操のとどめを打ってしまいました。これは誰ですか？孫権か。相変わらず舐められてんな。なんでこんな舐められてんの？こっちさ、もう縁取って皇帝を擁立してるのに、なんでこんな舐められてんのかしら。おっと、炎章動きました。4万です。これで公領を叩こうかという動き。まあやるがいい。そうやって、ペースを減らすがいい。長領、取りました。次は徐行。よろしく頼む。なんだこれはもう。おいおい、使い切れないよ。総中はすぐ死ぬけど。違う、キョッチョ。来ない。ギアンね。来ない。カンキョウ。よろしくお願いいたします。来ましたね。ギアンとカンコが同じ職場。送信。早急はなかなか来ない？もしかして？役立ってみせよ。そうでもない。カコトン来ない？ソッショ来ない？カコネンね。え、来た。使い切れないよ。役立ってみせる。使い切れない。どうするこれ？どうするよ。むちゃくちゃだよこれ。頼むぞ。いや、これね、もう終盤のあれですよ。ラインナップ。これ確実にどう見ても終盤のラインナップよこれ。役立ちましょう。使い切れないよこれ。まだ僕ら4都市ぐらいしか持ってないんだよこれ。4都市しか持ってないのよこの終盤のラインナップ。とんでもないよこれ。もう育ちきっちゃってるこれ。これをなぜかよくよく見たら、あの順位君の方が、あの序章よりもですね、知力上になってましたので、95ですけどね。お頼み申す。軍師は変えました。はい、総長、総将、総進総将、拠長は
来ない。義援は？世話になる。義援は来た。義援からの箱とん。お頼み申す。お頼み申す。あと来ないのは巨女だけ。巨女だけ頑固に入ってこない。さあ新年を迎えました。どうでしょう、今年は保留変化ね、びっくりマークありますでしょうか。ビビビビビビン、あ、ないないよ。え、208年でしょ。うわ、諸葛亮流れてこなかったのか。いや、これ逆転パターンあんのかな。これ享楽なしからのないよな、絶対ないよな。小生の輝きコメント、いや、ないよな。もう下手したらどっかいるよな。ちょっと見てみましょうか。いやー、ちょっと諸葛亮来ないのちょっと悔しいな。はい、まだいない。うちの純力98まで上げました。なんとかちょっとアイテムがあったんで、まあそれでも98ですよ。なるほどね。で、大体のですね、配置は整いましたね。ここぽっかり空いてるところ入って、あとは応援3人入れて、で取れる歩はもうすぐ取るような形でスタンバっています。可否がね、ちょっとね、危ないんで、可否、まあちょっと造波とかもしかしてやられるかもしれないけど、これ一応これ歩は取っとかないと危ないかなっていう感じで、もう可否攻めろよって話だけどね、これは。可否攻めりゃいいんだバカっていうね。まあバックアタック食らうぞっていう。いや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 、これだからね、もう電撃作戦ですよ。勝敗電撃戦。もう勝敗を取らなかったらね、三国志はダメなんですよ。ここは、漢の高祖がですね、身を立てた地。勝敗ですよ。ここからですね、身を立てていかないとダメなんですよ。誰ですか、第一回で逃げ出したの。ここ取り戻さないとダメですよ、勝敗は。さあ、どうでしょう。回していきましょう。なんか出てくんのかい？くんのかい？探索失敗、失敗、失敗、失敗。28連失敗だね、これ。28連失敗。これ出ないわ。さすがに出ない。疫病出ちゃったよ、もう。逆に疫病出ちゃった。逆かどうかわかんないけど。ご報告いたします。さあ、それではですね、このターン、やっちゃいますよ。ビリッと。使いを出しております。炎将軍。テイクが向かっております。1ターンでつくかな、これ。1ターンでつきそうだな。ついちゃった、ついちゃった。1ターンで大丈夫かな。さあ、盟友とするつもりはありません。同盟の解消を求めます。分かった、今後は敵。さあ、大丈夫でしょうか。この最初からの軍師ですね、最初からの軍師、今軍師じゃないんだけども、テイクを使わせました。山賊軍師です。可否もう4万5000あるじゃないか、これ。やべえじゃねえか。ちょっとまずいな。これバックアタック警戒ですね。これ異民族出てくるんで、ここ。危ないんですよ。まあ出たら出たで、孫権が使えるやつだったら飛び出てくると思いますけどね。使えるやつなら。さあ、今シリーズ2回目の同盟破棄。出てくんのか、炎章。出てこない。可否の軍出てこないですね。俺はだいぶ泡食っちゃってるのか。あ、不安になりました。すぐ敵視になるよ、すぐ。すぐ敵視になるんだよ。さてさて、どこまで行けるのか、1ターン目。章まで取れるかな？敵視となりました。さあ、どう出る？可否が出るのか出ないのか。可否1500だけ出しましたね。これ、負を取り返したい。そういう動きですね。どっちだ、北な南か。北ですね。わかりました。他はそんなに活発には動かさない。むしろなんかこれ巨匠攻めようとしてますね。なるほどなるほど、あべこべな動き、いいですね。勝敗どうかな。我々のこの積年の恨み、
勝敗を取られた恨み、ここで晴らしていく。なんだこれは。もう今晴らしていくってのに、こうやってずっと交換来るんだよな。ほんとやっぱ山賊下に見られている。さあ巨匠ですね、検定を守りながらの勝敗の戦いとなりました。可否出てこないですね。この1500だけか。まあいいんじゃないですかね。宗神を追っかけるがいい。ずっと宗神は大丈夫。あの単独でもなんとかなる男、そう決めつけておる。さあどうなんでしょうか。勝敗に輸送が入りましたが、15000、まだまだ我らの方が兵力が高い。こちらをご覧ください。取れてませんか。これ一気に包んでしまいましょう。ではですね、勝敗を攻めます。この人数で取り囲む、出られないようですね。さあどのように取り囲んでいくか、ちょっと見てまいりましょう。お、いきなり罵声かましてきましたね。なんていう汚い奴らなんだ。うん、それね、全然効かないんだ、その加工盾のあれ。あんまり効かないんだよ。さあ混乱かました。さすが下積みが長いから混乱いっぱい持ってる。おっと、伝与が捕まってしまった。しまった。これは巨匠の守りが危ないかもしれない。いいんだ、だからそんなくだらないのは。はい、シーシャーのカットですね。ゲーハー出してますね。これ勝敗は簡単に落ちるでしょう。ご報告いたします。よーし、これで湿地回復は間違いない。だがしかし危ないぞ。こんなに異民族を、こんなに炎章がこんな異民族を操ってる。なんだこれは。ほぼ異民族じゃないかこれ。王将とこれ領主以外ほぼ異民族使ってる。これなんだこれは。どうなっているんだ。さあ炎章何をしてくるのか。まあ何をしてきてもいいでしょう。我々は勝敗を落とす、俺が目的。いいですね、完璧ですね。劉表と炎章同盟結ぶ。ここで結んでくるとはあんまりね、珍しいですね。どういうことだろう。はい、死者カットですね。これはおっと、これは加工家の連鎖しました。妙斎なんとかってちょっと弱いんですよね。ヒアの方がいいかもしれない。まだ、さあ勝敗は燃えている。ぐいぐい落ちますね。耐久も人もぐいぐい落ちて、1200、城壁は800、落ちた。湿地回復、ざまみろ。さあ返してもらおうか。ここは山賊の土地だ、バカ者め。うん、各省監督などなど、全員フォルだ、牢屋にぶち込め。あ、そして劉備は泰山も取ろうという、泰山山賊部でございます。我々は報告です。泰山のパチンコ台を取りに行っている。何でもパチンコになっちゃうな。さあ勝敗ですね、取れました。というところでどうでしょうね。もう結構やっぱり武将がね、このシリーズ良すぎた。まあ楽しいところではございますけども、ちょっとね、バランスブレイク しすぎましたね、これは。ね、曹操軍、劉備軍というですね、二大巨頭ですよ。まあ、この二つ取れちゃったらね、いくらまだ勢力が、ね、狭くても、小さい勢力でも、俺は勝てますね。おっとっとっと、おっと、巨匠が取られてしまった、しまった。検定取られた。くそ。ちょっと喋りながらやってる。くそー。いやいや、これね、技法とか間に合うと思ったんだけどな。技法間に合わなかったか。しまったなぁ。各所より報告です。いや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 。やってくれる。まあ、というところなんですけども。はい。まあ、今回のザイヤガチャ、山賊パチンコ、なかなか、このザイヤをですね、このパチンコ方式でやる、まあランダムにするだけなんですけど、これなかなか面白いなと思いまして、ちょっと
次のシリーズでもやってみようかなと。この今シリーズがかなり短く終わりましたんでねえ、パチンコ成り立たなくなりましたからね。この武将が良すぎてね。だからもっとヒリヒリした状況、例えばですね、原白子の兄弟しかいないとか、あの状況でもザイヤパチンコさえあれば、ね、ザイヤガチャさえ回せればいい人物は入ってくるという可能性あるんですよ。ただですね、超級だとおそらくですけども、あの兄弟人物登用できない。今のとこ登用できたこと僕はなかったんで、なんかまあ方法あるかもわかんないですけどね、登用ができないというところなので、原白子でやろうなんては思ってないですけども、まあ、なんか面白い勢力あるんじゃないかなと思いました。はい、このザイヤガチャをうまく使えば。というところでですね、今回ここまで。はい、最後、検定取り替えされるというですね、エンディングとなってしまいましたね。だってこれ現役の武将数も72対116だから、まあ、普通に勝てますね。うん、はい、というところで今シリーズ最後までご視聴ありがとうございます。次もよろしくお願いいたします。ということで、またんご、またんご、おー。